本社は2017年のアメリカ合衆国のドラマ映画。監督はウディアレン、主演はケイト・ウィンスレットが務めた。なお、本作の日本語字幕は古田ゆき子が担当している。1950年代のコニーアイランド。ジニー・ラネルは遊園地のウェートレスとして働いていた。ジニーの夫であるハンプティはメリーゴーランドの管理人であり、二人は平凡な生活を送っていた。 ジニーは安定した生活に満足してはいたが、一方では心のどこかでは平凡な日常を打破できるような刺激を求め続けていた。そんなある日、ジニーはライフガードのミッキーに出会った。彼が脚本家を目指していると知ったジニーはあっという間に彼に魅了されてしまった。若い頃に女優を目指していたジニーは、 ハリウッドでの華やかな生活に憧れており、彼と一緒になればその夢が叶うと思い込んだのである。それからというもの、ジニーはミッキーとの幸福な生活を夢見ながら日々を過ごしていた。ところが、疎遠だった義理の娘が実家に帰ってきたことで、運命の歯車が一気に狂っていく。2016年7月、ケイト・ウィンスレットに本作への出演オファーが出ていると報じられた。 9月、ジム・ベルーシュとジュノー・テンプルの出演が決まった。ウディ・アレンは、キャスティング作業に関して、私が最初にキャスティングしたのは、ケイト・ウィンスレットでした。それから、熟慮の末に、ジュノー・テンプルという若手の女優を起用しました。私が、ジム・ベルーシュをハンプティ役に起用したのは、彼が役に完璧にはまると思ったからです。と語っている。また、ウィンスレットは、ジニーは、 私のキャリアの中で2番目の難役でした。ただ、今回の経験は本当に素晴らしいものでしたと語っている。ジャスティン・ティンバー・レイクの起用が決まったのは2016年7月のことであった。アレンはティンバー・テイクに関して、私は1950年代のライフガードを演じられる面白い男は誰かと考えました。座りながら脳内で話し合った結果、 ジャスティン・ティンバー・レイクはどうかというひらめきを得たのです。と語っている。8月19日、トニー・シリコが本作に出演するとの報道があった。9月9日、ジャック・ゴアがキャスト入りしたと報じられた。23日、スティーブ・シリッパの出演が決まったと報じられた。28日、マックス・カセラが本作に起用されたとの報道があった。 本作の主要撮影は2016年9月15日にコニーアイランドで始まった。撮影は同じブルックリン地区にあるビネガーヒルやブライトンビーチでも行われた。2017年10月14日、本作はニューヨーク映画祭のクロージング作品として上映された。12月1日、本作はアレン監督の82歳の誕生日に全米五冠で、 限定公開され、公開初週末に125,570ドルを稼ぎ出し、週末興行収入ランキング初登場23位となった。この数字は、アレン監督の前作、カフェ・ソサイティの数字の半分以下であった。本作に対する、批評家の評価はかんばしいものではないが、ケイト・ウンスレットの演技は高く評価された。 映画批評集積サイトの6点トマト図には160件のレビューがあり、批評家支持率は31%、平均点は10点満点で5点となっている。サイト側による批評家の見解の要約は、女と男の観覧者は魅力的な時代設定にチャーミングなキャストを集めた作品であるが、まとまりに欠ける作品であり、俳優たちの力をもってしても、 作品に生命を十分に吹き込めなかった。となっている。また、メトクリティックには38件のレビューがあり、過重平均値は45、100となっている。なお、ウィンスレットは本作の演技で第21回ハリウッド映画賞の主演女優賞を受賞した。ありがとうございます。